皆さんこんにちは、松本えなです。今日はですね、えなチャンネルにスペシャルゲストが来てくれているんです。ももちこんにちはしかもお邪魔します。クラネのさ、ワンピースまで来てくれてありがとう。めっちゃ可愛いね、今日やってるね。いただきました。可愛い。お邪魔します、ももちと申します。みんな知ってるよね。なんかね、私たちは実は YouTube を始めるときからももちの YouTube は見てたんだよね。いや、すがって本当ですか。マジで、これマジで信じられないです。 YouTube ってさ、なんかあんまよく分かんなかったから、うん、なんかちょっと研究してた時期とかもあって、でももちはさ、なんかピッみたいなやってんじゃん恥ずかしい、みたいなやってますよね。私もね、YouTube 始める時ちょっとね、真似してやったりとかしたんだけど、恥ずかしすぎてできなかったね。あ、挑戦したけど挑戦したけど、恥ずかしすぎて無理で、レッツゴーになったんやけど、今日生で見れてめっちゃ良かった。かわいかった。恐縮です、ありがとうございます。今回 YouTube 撮ることになったのが、ティファニーのさ、うんうん、パーティーの時に初めてやったんだよね。はい、そう、あの時私、松本えなさんだって端から拝んでたんですけど、あれなんだっけ、バチって目があったんだよ。バチってうちら多分で、目があった時にももちって言ってくださって、そうそうそう、なんかさ、見てるからさ、ももちみたいな、そうそうそう、本当にこんな感じ、初めてやけど、ももち久しぶりぐらいのテンションで、そう、で私、みたいな感じで今回 YouTube を撮ることになりました。嬉しすぎます、ありがとうございます。ももちと何やろうかなって思ったんだけど、なんかメイクとかもさ、すごい楽しそうだなって思ったんだけど、カバンの中身、最近の若い子何持ってるんだろうって思って、そういうこと、そう気になっちゃったんだよね。なるほどです。私カバンの中身紹介、自分のチャンネルでも全然やってないので。なんでなんで、いや、なんかあんまりやらなくて、この企画、うんうん、だからすごい未公開情報っていうかファンの方で知らないこんなん持ってたんだってなる。見たい見たい。ちょっとだから今日はカバンの中身をちょっと紹介していこうかなと思っております。ということで早速レッツゴー。はい、ではまず私のバッグの中身からなんですが、まずバッグから。最近ね、ハワイ行った時に買ったこのシャネルのチェーンハンドバッグです、ね、かわいい。かわいいよね。サイズがそう、なんか入るけどコンパクトでいいですよね。そうそうそう、そんなにね、私荷物持たないタイプだから、ほんとこのぐらいで、ちょっとはみ出てるんだけど確かにちょっとはみ出てるんだけど、まあ、このぐらいがちょうどいいのです。ということで、いいです。はい、中身ですね。まず携帯じゃん。で、あとこれ、え、あ、なんかミンティア、ミンティアの、ちょっと1個食べて、え、食べていいですか。これさ、美味しいんだよね。いただきます。生姜味で、なんかね、ママ友に教えてもらった、美味しい、ハチミツ生姜みたいな味が、そうそうそう、これさ、めっちゃ美味しいの。ミンティアの宣伝みたいになってるんだけどAmazon で10個入りみたいなやつが売ってなくて、それで買ってる。え、でもめっちゃ美味しい。そう、なんか私ね、ミンティアとかフリスクあんま食べないんだけど、これと出会ってからすごいこれを食べております。え、美味しい。あと鍵でしょ。お、車の鍵と家の鍵ですね、うんうんうん、これが鍵 で、これが車の鍵。こちらは、これはなんかね、駐車場の鍵で、カーロッキーみたいなのでさ、ピッて押したらガラガラガラってガレージが開くみたいな感じだから、もうこのこれしか無理なのよ。てかジャストサイズですよね、これ。やばくない？すごい、こんな、そう、私のために作られてきたんじゃないかっていうジャストサイズのこのキーケース、うん、で、これボッテガで、なんかすごい色があったんだけど、まあ黒かなって思って黒にしました。あとはお財布。お、お、また黒だ。なんかさ、やっぱ小物は黒にしがちなんだけど、うちらフリスク食べてるから確かに、そう、私もここに食べてて今日食べよっか。なんかコロコロするよね。ずっとコロコロしてて、私も思ってました。でも食べた食べました。え、でも食べた。はい、やろうか。はい、で次、お財布ですね。お財布が、なんかカードがさ、まあちょろちょろっと入って、うん小銭が入って、うん、ほぼ使わないね。でもクレジットカードぐらいじゃない、うん、確かに確かに。そう、なんかあのスイカとかさ、まあ、ちっちゃめのやつにしております。ボッテガです。これもボッテガです。はい、ボッテガです。ボッテガの黒。そう、ボッテガの黒、四角違い。ちょっとこっちの方が大きい四角で、こっちの方がちっちゃい四角なのかな。こだわりはございません。こだわりはございません。はい、で次が木島隆之さんっていう、展示会に行った時にもらったノベルティのこのポーチ、中に何が入ってバソコ。え、もっと入るもっと入るよね。だから多分ちょっと使い方間違ってるなって思ってるけど、一応木島さん大好きだから。で次、このシャネルのハンドクリーム。めっちゃミニサイズですね。そう、ミニサイズですごい可愛くって、あんまりハンドクリーム
わないんだけど、一応乾燥した時用に、冬ですしね、そうそうそう、うんうん、一応だからこのぐらいがいいんだよね。これ以上大きいとちょっともう、ね、え、香りはちなみに、あ、香りさすがももちあお、爽やか。でもなんかほんのり甘いですね。柑橘系っていうよりはなんか割と石鹸系の石鹸系の香りにほんのり鼻から甘い香り抜けるって感じですね。甘くて抜けております。めっちゃ好きな香りです私、うん、香水みたいな香り、うん、香水みたいな香りする、うん、いい匂い。ちょっとね、匂いの解説は難しいです。で次、化粧ポーチマークス&ウェブ。これが何が入ってるんですか、気になる。なんか持ってる時と持ってない時があって。あ、そうなんですね。そう、これがさ、アイライナーなんだけど、セフォラって買って、はいはい、メイクアップフォーエバーのアイラインペンシルで、最近カーキのラインにハマってるんだよね。あの最近ピュッてやるのが好きだから、ちょっとカーキのライン。あとこれも良かった、シャネルのアイシャドウなんだけど、使ったことない。もうこれしか使ってない。え、今一色ですか。ポンポンポンってやって、ピッピッピッってやって終わり。え、時短めっちゃ早い、5分くらいでメイク終わるよ。もうちさ、結構まず時間かかるでしょ。私時間めちゃかかりますね。だろうなって思った。5分では絶対に終わらない。これ9点で買った。見てるんですか、すごくない、このハゲ具合でチルチルって分かれてすごくない。おまけでも分かりました。これをなんかもうよれてきた時にちょっと小鼻直すぐらいですね。あとはね、お3の香水、なんかちっちゃいやつ、なんかまあ入れすぎちゃう。確かに気になります。ちょっとじゃあももちゃんレバーなんじゃない、これまた。じゃあ私に、うん、失礼します。どうか全部こっちに。そうだね、どうだ。もう香りますね。もう香ってる、うん、あ、めっちゃいい香り。これあれですか、めっちゃいい香りなんだけど、私結構甘い香りも好きなんだけど、ちょっとウッド系のなんか香りも好きなんだよね。これアロマとかにありそうな香りですよね。分かる分かる。そのさ、疲れた時にちょっとさっとリフレッシュできるかなと思って一応入れてるのと、これがリップクリーム、ちょっと色付きのリップクリーム。ーで、あとこれ知ってる？知らないです。これもね、あのセフォラで買ったの。なんかさ、コスメって私結構ねセフォラで買うことが多くて、なんか海外に行った時に、なんか娘がさすごいコスメが大好きで、長いじゃん待ち時間、はいはいはい、あ長いなって思いながら自分も見てたら、みたいな感じで買うことが多くて、赤茶ベージュみたいな、赤茶みたいな色味なんだけど、今は使ってる、うん、ちょっと大人から。ももちこういう色塗る？ね、こういう色味ばっかり、うん、私塗んないんだよね、ベビーピンクみたいな。ベビーピンク、ももち見てるとなんかベビー色もすごいさ、可愛いなって。ちょっとどっかでメイク企画とかでとベビー系やってみようか。え、やってみて、おすすめのコスメ送りますね。え、教えてほしい。いや、もうめちゃくちゃあります。そんな感じですね、私のカバンの中身。意外とそんなに入ってない、こんな感じです。それでは、うん、お次は私行かせていただきます、はい、バッグはプラダです。うん、かわいい、はい、なんか見たかもやな、これ。あ、本当ですか。お持ちが出てるやつ。まずはお財布は、はい、ここに鍵がついてる。あ、そこに鍵がついてるんですけど、はい、私はこのタイプで小銭と、うんうん、現金ちょっととカード入れてます、うん、ね、これさ、実は私このお財布を買おうとしてた時にこれが欲しかったんだよ。え、で、そうなんですか。多分パクと一緒に見に行って売ってなかったくない、売ってないのこれって。これ人気ですよね。あとすごく使いやすい、うん、このさ、さっきのさ、私のために作られてきたんじゃないかっていう、これも入るんじゃない、下手したら。いや、入ります、入ると思う。いい、ね、ここに私もう4枚ぐらいカード入れて。いいね、いいね、買おう。カードたくさん入って、うんうんうん、小銭も入って、うん、あ、やっぱ使いやすそう。でもさ、ももちもさ黒なんだね。なんかお洋服で黒のイメージがあんまりなかったから。確かに小物意外と黒ね、カバンも黒だしね。黒ばっかりかもしれないですね。意外と黒です。はい、はい、こちらね、失礼します。お次がですね、デジカメを入れておりまして、うんうん、ちっちゃい、めっちゃ。そうなんですよ、これあの彼にもらったやつなんですけど、彼が多分親とかその知り合いとか、もうちょっと年齢すごくいってる方が昔使ってたやつを引き継いだみたいなやつなんですけど、うんうんうん、最近デジカメすごいトレンドで。わかる、なんかさ、すごい安くいっぱい売ってるとことかあるんだよね。そう、そこも行きました。秋葉原にあるんですけど。え、マジ。そう、これでインスタ写真撮ったりとか、うんうん、ちょっと自撮りとかして載せてます、うんうん、こういうチェーンも今トレンドで、ももち感が出てますね。これ韓国のトレンドなのにつけてます、はい、はい。そしてお次がこちらが、ち
っちゃいミニポーチ、これもちょっとプラダな、黒なんですけど使いやすそう。これにリップとちょっとメイク系、涙袋ペンシルを入れています。ボンジョンヨの涙袋ペンシルなんですけど、これ4番リコータピーチっていうカラーで、これがすっごくすごい暗記してるんだね。もう、 でも言いすぎてあのちっちゃい字を見なくてももう言えるっていう涙袋ピークトレンドなのと、色味がすごくこう自然にぷっくりしてくれる感じで、だってさ、ももちさ、すごいさ、ぷっくりしててさ、めっちゃ可愛いよね。本当ですか？やってやって。え、いいですか？すごい出てかない。結構がっつり塗るなって思った。結構がっつり塗ってみました、変化量出したの。でもさ、こっからでもわかるかも。すごい、ももちになれた。ぷっくりする、かわいい。ちょっとプリッと、ちょっとプリッとした。そして私が今塗ってるリップがデイジークのこのちょっとうるっとしたノック式のリップで、これも今すごくこのノック式がトレンドに来たいんですけど、めっちゃ使ってるからね。めっちゃ使ってる、すいません、めっちゃ汚いんですけど、これがもう唇の存在感を2倍3倍にしてくれるぐらい。でもすっごいプルッとしてる。このプルッと感が結構今メイクのトレンドで来てるので、ちょっとリココに教えてあげよう。え、リココちゃんにこれ教えてあげよう。これ9点で買います。 OK。 そして充電器、モバイルバッテリーです。その辺はピンクなんで、こういうなんかガジェット系結構ピンクが好きで、PC もピンクだったりとかするんですけど、ももちだね。そう、ここは結構ももちです、あとはネイルオイル、結構持ち歩いてて、ミニサイズで、これ香りが結構癒される系の香りで。それ持ってるかも。あ、持ってますか、あの結構アットコスメとか、いろんな場所で売ってるんですけど、これは13時っていう、1時っていう香り。あ、そうだそうだね、そこ時間だった気がする。あ、じゃあ一緒かもしれないです。うん、スッキリ系、柑橘系。お、どう？イエス、イエス、スッキリ系で、これめっちゃ癒されるので、日頃、まあ、ミニサイズなので持ち運びますので、持ち運んでます、で、これがミニポーチです。意外とコスメが少ないね。そうです、あんまりあのファンデとかあんま持ち運ばない。の最初にメイクして、もうキープミストバーってやっちゃって、そこからもう直さない。最初にメイクする時もスポンジにキープミストバーって振って、めっちゃキープして、そう、めっちゃキープするぞみたいな、朝に気合い入れてキープしてます、すごいすごい。お次が香水、これがタンバリンズっていうブランドの香水なんですけど、これも結構今トレンドになっててバズってる香水なんですけど、ですか？失礼します。あ、全然出なかった。出た出た、出ました。あ、はい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 、どうですか？いい香り、甘いね。あ、そう、ちょっとほんのり甘くて、甘くってどう？甘くって、甘いけどなんかきつすぎる甘さではないけど、なんかでもウッド系では全くない、そっち系じゃないですね。もう誰が嗅いでもいい香りってやつだね。もうこれ多分一番人気、タンバリンズの中で一番人気の香りのチャモ。チャモ、チャモ、そう、チャモ一番人気だよね、多分。そう、チャモって香りが一番人気です。で、これも結構ミニサイズなので、持ち運びやすくて、持ち運びミニサイズがいいよね、やっぱりね。本当にでかいのはノーです、ノーだよね。お次がサングラスです、こちらジェントルモンスターのサングラスなんです。あ、今すごい流行ってるよね、このサングラス、ね、ジェントルモンスターのサングラスすごく流行っていて、ちょっとケースでかいのがあれなんですけど、これは年越し韓国でしたんですけど、その時に購入しました。あ、いいね、今っぽい形だね、ちょっと横長でさ、可愛いよね。そうなんですよ、私こういうワンピースすごい好きで、ちょっとカジュアル、そう、カジュアルなサングラスなので、これにサングラスでちょっと、いつもすっごい似合ってるね。なんかさ、ジェントルモンスターってさ、私まだ買ったことないんだけど、すごいトレンドの形とかさ、ちょっと癖ある形とか結構多いんだよね。多いです。そしてラストが櫛です。私でかいな、網目がさ。そうなんですよ、でかいんですけど薄いから結構入れやすくて、確かに薄い、めっちゃ薄くて、薄い、薄いですよね。前髪普段あるので、こう整える時に持ってます。こちらで以上です。はいはい、ということで皆さん、私とももちのカバンの中身いかがだったでしょうか。なんかやっぱももちのカバンの中身やっぱバズっててとか、今これがすごいトレンドでとか、あ、やっぱすごいそこ意識してるんだ。でも確かに全部知ってて、確かにちょっと、あ、なんかすごい気になるみたいなやつとかが多かったから、めっちゃ新鮮だった。勉強になるよね。勉強になりました。私インフルエンサーの仕事してるので、常にトレンドをこうキャッチして、みんなが欲しいかもと思うものを先に試して発信するので、さすがだね。とにかく探して買いまくって、いいって思ったものだけを紹介してるから、確かにトレンドのものしか普段持たないように結構知らない。偉いなって思った、本当に。私もちょっとね、ももちを見習って頑張ろうかなと思いました本当ですか？本当に。いやいやいや
今回私の方のチャンネルではカバンの中身を紹介したんだけど、ももちのチャンネルの方ではね、あのももち大変身企画をやってるんですよ。めっちゃ大変身だったよね。いや本当に普段の私じゃないコーディネートを皆さんに組んでいただいて、ユニクロの白シャツを使ってね、あのクラネらしくコーディネートするみたいな感じの企画なんだけど、あの21日にアップされるので、ぜひそちらの方もちょっと見てみてください。お願いします。可愛かったよ本当に。ありがとうございます。あの多分みんなが見たことないももちが絶対見れるので、確かにかっこよかったし可愛かったし、私すごい大好きだったんだけど、もうぜひ楽しみにしていてください。ということで今日はこの辺で、バイバーイ。